関東鉄道機ハ532系機動車は関東鉄道が龍ヶ崎線向けとして1981年に製造した通勤型機動車である。龍ヶ崎線では1971年8月5日より第二次世界大戦後の日本の私鉄では初実施となるワンマン運転を開始していた。同線では ワンマン運転実施の直前にあたる1970年に廃止となった高和化鉄道から譲り受けした C28SM 型キハ5121、L29SM 型キハ5122、それに C25M 型キハ5123と液体式変速機と、 電磁空気リンク式総括制御装置を搭載し、総括制御に対応する18から19メートル級大型車3両が入線し、在籍車両の体質改善が一気に行われていた。だが、その一方でこれらの入線以前から在籍していた、キハ4 1 3 0 0系キハ41300にも変速機を D211 機械式変速機から、 新潟コンバーター DB100 液体式変速機へ交換し、ワンマン化改造を施した上で、継続運用されていた。これら4両のうち、旧高赤鉄道車については、高赤鉄道時代にエンジンと変速機をすべて交換し、しかも 180PS 級の d m h 1 7ト c を搭載していたことから、 1975年末から1976年末にかけて、大英車両にて老朽化した車体の心臓、取り替えを実施した。しかし、キハ41302については、製作年度こそ、他の3両と大差なかったものの車両としての寸法が15メートル級と、小さく、交渉定員を100メートルされたものの収容力が、 十分でないため木ハ520木ハ530系の検査時などに、それらの運用を完全に肩代わりすることが難しく、エンジンも 120PS 級の DMF13 シート、比力、また、液体式変速機搭載とはいえ電磁空気リンク式、総括制御機能を搭載しておらずラッシュ時に他社と、並列運転を行うことができない、など様々な問題を抱えていた。そのため、 そのままの危機構成で他形式に準じた大型車体への乗せ替えによる更新を実施しても問題の解決とはならずそもそも同社が装着する TR26 台車が他社と同様の19メートル級大型車体の搭載に耐えられる設計でなかったこともあって車体の老朽化が進行した1970年代後半には別途代替車両を用意する必要に迫られていた そこで1979年の筑波鉄道及び、鹿島鉄道の関東鉄道からの分社の際に、筑波線に在籍していた、もう一両の江和歌鉄道に由来する機動車である、キハ5 1 0系キハ511を、車体更新改造の上で、龍ヶ崎線に転籍させ、老朽化の著しいキハ41302と、代替することが計画された。しかし、 このキハ511は諸事情から長期にわたって、筑波鉄道、真部車庫に留置されたまま改造されず、最終的に、龍ヶ崎専用キハ41302大代替車は、上層専用キハ310型と同様に国鉄から、払い下げを受けた。キハ 20K の機器を流用。これにキハ 530K、キハ531に準じた、車体を、申請して組み合わせた。 車席上新車扱いの純新造車として製作されることとなった。こうして、新潟鉄工所で完成した龍ヶ崎線向け純新造車はキハ530系キハ531の続版としてキハ532系キハ532と形式称号、記号番号を与えられ、1981年12月に竣工入籍した。 1976年に、大英車両で、車体更新をされた、キハ531に準じる、ワンマン運転対応かつ両運転台付けの3、扉ロングシート車である。車体は、全金属製で、窓上下の補強体の露出を排した、平滑な外観のノーシルノーヘッダー構造で、側面膜板上部に雨どいを設置し、各乗務員扉後部に縦どいを設置している。 窓配置は、さぬき側から、D1D3D3D1D で両端扉の、位置をキハ531より、側窓1枚分ずつ、内寄りに配している。また、キハ07型の寸法を基本としたため全長が、約19.5メートルとなったキ、キハ520キハ530型とは異なり、全長20メートルと、約0.5メートル伸ばしつつ書く。 側窓の幅を拡幅したため、各客用扉間の窓数はキハ531と、比して、さぬより扉間で1枚、竜ヶ崎より扉間で2枚、少なくなっており、中央扉の位置は、車体中央から竜ヶ崎よりにややずれている。また、車体の最大幅はキハ520、キハ530、計の 2720mm に対して、 関東鉄道の車両限界が許す最大幅である 2844mm に拡幅されており、車体長の延長と合わせて収容力は同車と比較して定員で10名分拡大されている。キハ532の車内側窓は2段上昇式のアルミサッシで、戸袋窓と客用扉窓はいずれも H ゴムによる構えたい直結指示の1枚窓となっており、 客用扉は、龍ヶ崎線のホーム高さに合わせて3、扉ともにステップ付けの型引き戸としている。なお、龍ヶ崎線ではホームが全て同じ側に設置されているため、龍ヶ崎方向に向かって、左側の側面にある扉は一切使用されないが、本形式では、客用扉、乗務員扉ともに省略せず、両側面に設置されている。 つま面デザインはキハ310型で確立された、ゆるく後体角のついた3面折りつま構造で、ラッシュ時に増結運転を行う必要から中央に、貫通路と貫通ホロを設置し、扉窓と左右のつま窓はいずれも、H5 無指示とされている。また、運転台は上述の龍ヶ崎線のホーム配置から、さ抜きりを、進行方向左側に、龍ヶ崎折りを、 進行方向右側に配し片側面に限られる、客用扉の開閉取り扱いが容易に行える、特殊なレイアウトとなっている。前小灯は、貫通路上部に2塔、シールドビームを左右に並べて幕板に埋め込むようにして、搭載し、標識灯は、つ面の腰板左右端に、各1塔ずつ振り分けて搭載しており、両細面に他社との並結に必要な貫通フロと、 ジャンパ線を装着している。座席は前述の通りすべてロングシートである。本形式は、地方施設にも冷房化の波が押し寄せ始めた時期に製造されたが、搭載機器の制約もあって、当初は空調機器を搭載せず、通風はすべて換気効率の良い、グローブ式ベンチレーターに委ねている。そのため、通風機を2機ずつ隣接させて3組、つまり6機を、 屋根状中央に一列で搭載し、下記の車内の換気には天井に設置された扇風機を併用する。春工時の塗装は、当時関東鉄道で標準であった上半分クリーム、下半分朱色のツートンカラーである。国鉄キハ20系の廃車発生品を使用するため、キハ10系の更新車である、キハ310型や、戦前製、ガソリンカーに由来する。 キハ5 20K 及び基波531と比較して、より新しい設計の機器を搭載する。国鉄キハ 20K で標準であった DMH17C を一機搭載していたが、2012年11月より DMF13Hz への乾燥工事が行われ2013年4月に完了し、運用へ復帰している。変速機は、新造時には、 乾式単板クラッチ内蔵の新構造機 TC2 をベースにフルードオイルを専用品対応とした TC2A 機体式変速機を搭載したが、これもキハ 20K の標準仕様に従う。関東鉄道では他社からの譲り受け者であるキハ721やキハ755元南海電気鉄道キハ5505に 装着されていたもの以来となる、ウィングバネ台車である DT22TR51 が装着されている。種車のものを流用したため、A 動作弁を使用する DA1、A 自動空気ブレーキを搭載する。ブレーキシリンダーは、車体創下で、基礎ブレーキ装置は片押し式である。龍ヶ崎1110周年記念のヘッドマークを掲げた、キハ532。 客扱いの都合で、運転台の位置が通常と左右逆になっていることと、こちらのつまめには、ホロもジャンパケーブルも装着されていないことに注意。特殊な運転台配置の竜ヶ崎先線用車として、心臓されたため、竣工以来現在に至るまで、同線でのみ運用され続けている。キハ520型や、 月ハ530型が在籍していた時代には、1両から3両の範囲で必要に応じて、編成を組み、いずれの場合もワンマン運転で運用された。1988年に実施された関東鉄道、在籍者の塗装変更で、旧塗装からクリームを基本とし、倉下に、朱色の帯を巻き、その下側の境界に、ゴミ色の細体を巻いた、新塗装に変更された。 1997年に、龍ヶ崎専用としてキハ2000型が新造され、台車などの主要機器の老朽化が深刻になりつつあった、キハ520.530型が代替された後も、本形式については、搭載機器が比較的新しかったことから、代替対象とはならず、そのまま残された。 本形式はキハ2000型とは、機器構成が全く異なるが、同形式と総括制御、可能であり、キハ2 0 0 0系の定期検査時などには、朝夕のラッシュ時に、同形式と並結して運用される。本形式は、長らく非冷房車のままであったが、2002年に冷房化改造工事が実施され、これをもって、関東鉄道線の冷房化率は100%となっている。 近年は予備車両となっており、キハ2000系の定期検査や異常発生時以外は、月に4日程度の日中時間帯のみの運用となっており、公式サイトで運行日が公表されている。2012年時点では、毎月第1.3土曜日と第2.4日曜日の9時台から14時台の運行となっていた。2012年11月より、 エンジン乾燥のため運行を休止したが、2013年4月14日より運行を再開した。このエンジン乾燥をもって、1993年から上層線駅派2100系機動車の最初の導入から続けられていた、警戒エンジンを搭載した車両への置き換えや、在来車両のエンジン乾燥が完了し、関東鉄道から DMH17 系が完全に消滅している。 その後、2013年12月17日からは毎日運行となったが、2014年3月17日からは、日線系、毎流号の運行開始に伴い当社の運行を休止、同年5月12日からは毎週土曜日に運行日を変更して運行再開した。2020年時点でも毎週土曜日9時台から14時台の運行となっている。ありがとうございます。